ヤルタは、クリミアの都市。クリミア半島南端に位置し、国会に臨む。ヤルタの語源は、岸辺を意味する語。古代ギリシア人たちによって開かれた街であり、上陸に際して安全な岸を求めた、ギリシャの船乗りによって築かれたと言われている。南に国会と接し、森林に取り囲まれている。温暖な地中海性気候であり、現在は、 国会沿岸では屈指の保養地として知られている。1945年にヤルタ会談が行われた場所としても有名である。大ヤルタの語は、ヤルタを含むクリミア半島南部のフォロスから、グルズフに至る海岸を指し示している。ヤルタの存在を初めて記録したのは12世紀のアラブ人の地学者で、それによると、街を ビザンティン帝国の港と漁業の街として記している。14世紀にヤルタは、ジェノバの商人の居住地としてこの地方における、交易のネットワークの一部に組み込まれ、エタリタあるいはガリタと呼ばれた。クリミア半島は1475年に、オスマン帝国に征服され、オスマン帝国の半独立的な属国である、クリミア半国の領域に組み込まれた。しかし、ヤルタを含む、 南岸部はケフェ州としてオスマン帝国の直轄領とされた。ヤルタは1783年、他のクリミア半島地方とともにロシア帝国に併合され、ロト戦争の引き金となった。クリミア半島の併合に先立つ1778年、クリミアのギリシャ人たちはマリウポリに移動した。同地でギリシャ人が建設した村もヤルタと呼ばれる。 19世紀には、町は、ロシアの貴族や上流階級の人々のための、高級リゾート地となった。作家のレフトルストイや、アントン・チェーホフらは、ヤルタで夏を過ごした。アントン・チェーホフは1899年から1904年まで、ヤルタに住み、この地で、三人姉妹、桜の園などを書いた。ヤルタは、チェーホフの短編小説。 犬を連れた奥さんの舞台ともなっている。街はまたロシアの皇族とも深いつながりを持っている。1889年、ロシアの皇帝アレクサンドル3世は、ヤルタの北にマサンドラ宮殿を建設し、1911年には、ニコライ2世が南西にイリバディア宮殿を建設した。20世紀の間、ヤルタはソビエト連邦随一のリゾート地となった。 1920年、ウラジーミル・レーニンは、クリミアの労働者の療養のために使用するにあたって、との布告を発し、この地域をきらびやかで高級なリゾート地から疲れた、プロレタリア労働者のための療養の地へと作り変える、ことを推進した。ヤルタ周辺には、労働者のためのサナトリウムがいくつも建設された。この他に、ほぼすべてのソビエト連邦市民が、 外国旅行を禁じられており、ヤルタには彼らのために、少数の沿岸リゾート地があった。ソビエト連邦の有力者たちもまた、ヤルタを訪れた。ソビエト連邦の独裁者であったヨシフ・スターリンは、マサンドラ宮殿を彼の夏の住処として使用した。1941年11月4日、内務人民委員部は、ヤルタの刑務所にいたすべての囚人を射殺した。 黒海岸から見たヤルタ・リバディア宮殿。ヤルタ南西のリバディアにあり、第二次世界大戦時には、ヤルタ会談が行われた。ツバメの素性町は、第二次世界大戦中の1945年、大戦の連合国側の主要参加国の首脳による、ヤルタ会談が行われたことにより、国際的に注目を集めた。 ソビエト連邦をイギリス、アメリカ合衆国の首脳がリバディア宮殿にて会談を行った。1991年のソビエト連邦崩壊以降、ヤルタは経済的に苦しんだ。ロシアの新興富裕層は他のヨーロッパ諸国でリゾート休暇を楽しむようになった。彼らは旅行をする自由と資金を得ていた。他方、 貧しいその他の旧ソ連邦の国々の市民は、ヤルタを訪れることはできなくなっていた。ヤルタと他の地を結ぶ交通網は大幅に縮小され、ついには、ほぼ全ての旅行者は、カイロで、ヤルタを訪れるより、他なくなった。ヤルタを他の地と結ぶ主要な交通手段であった、クリミアトロリーバスは、シンフェロポリとヤルタの間を結んでいる。 ヤルタはその後のロシアの景気回復と共に復興を始め、経済状況は好転し、旅行者がヤルタに戻ってくるようになった。ヤルタは、ロシアやウクライナの旅行者の主要な訪問先であると、共に、少数の西ヨーロッパ諸国からも旅行者が訪れるようになった。現在、ヤルタには、国会に沿って美しい堤防が整備されている。年中を通して、 多くの人々がここをそぞろ歩く光景が見られ、また多くの人々の観覧の場となっている。堤防沿いには、複数のビーチがあり、人々は疲れを癒し、また泳ぎを楽しんでいる。強靭な精神の持ち主は、冬でも、このようなことをしている。堤防に沿って、ホテルが立ち並び、アミューズメントパークのような場所も見られる。さらに、街には、多くの映画館やレストラン、カフェ、 青空市場もある。フェーマスアトラクションズ・ウィズ・イン・オアニア・ヤルタ・インクルード、ヤルタ郊外には、ヤルタとヤイラサンヤルタは、ヤイラサンの南側にあり、周囲を丘に囲まれているため、気候は、極めて温暖である。2月の平均気温は、摂氏4度となっている。降雪は稀であり、うっすらと、積雪してもすぐに消える。7月には、平均気温は24度となる。 年間の日照時間はおよそ2250時間である。ヤルタは国会に面しているため、その涼しい風によって気温が極端に高くなることはない。年間を通しての平均気温は13度となっている。ウクライナの2001年1月1日の国勢調査によると、ヤルタの人口は8500人であった。民族別では、ロシア人が68.3%。 ウクライナ人が25.7%、ベラルーシ人が2.1%、ユダヤ人が0.8%、クリミアタタール人が0.1%などとなっている。この人口には、周辺の松村の人口は含まない。都市圏人口は12万5000人である。ヤルタは、以下の都市と、姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。